民主党が妨害したヤンバダム、関東を救う。現在、台風19号によって大きな被害が出てしまっておりますが、この台風19号、以前民主党が、当時の民主党がヤンバダムの中止をマニフェストに掲げて妨害しておりましたが、このヤンバダムが 今月から水をため始めており、その結果、この台風19号によって水がもう限界ギリギリまで溜まりました。このヤンバダムが完成していなければ、利根川が決壊、氾濫し、関東一帯に 大きな被害がが生じていいた可能性がございます本当にですね、このヤンバダムの存在によって、利根川の決壊、氾濫がギリギリのところで防げてんじゃないかと見られておりますが、本日別の動画でやらさせていただきますけども、こういったダムに対する理解、 知識、元民主党などおかしな野党の議員の皆様において、非常にですね、不足しているということが、今回の台風によって明らかになってしまいました。こういったダム、水害を完全に防ぐことはできませんが、国民が水害から、 避難する時間を十分稼ぐことはできますので、国会議員の皆様、特におかしな野党の議員の皆様は、今一度、ダムが水害・洪水対策において、どういった役割を果たしているのか、勉強し直していただくように、お願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。